ジュール・セバスティアン・セザール・デューモン・デュルビルは、フランスの軍人、探検家。カルバドス県のコンデシュルイコール・ノアロー生まれ、デューモン・デュルビルで生である。ギリシャ遠征中、エーゲ海のメロス島で、ミロのヴィーナスを交渉して勘入れ、フランス政府に保管させる。一生のうちに3度の世界就航を成し遂げた。主に南太平洋やポリネシアを探検した。2度目の航海中、 バニコロ島の海底で、ラペルウズ探検隊の遺物を発見した。三度目の航海では、南極大陸の半島を発見し、妻の名前にちなみ、アデリーランドと名付けた。作成した地図、海図は100以上あり、第二次世界大戦が終わるまで修正されることなく、使用された。1842年5月8日、フランスのムードンで起きた列車事故で消死した。 d r ブは植物の学名で命名者を示す場合にジュールデュモンデュルビルを示すのに使われる。ありがとうございます。